よいしょ、戻ってきました。3月の最後らへんにね、部活をね、退部になってしまったのですが、今5月になっております。ということで、連続デートです。最初なんだっけ、やっべ、忘れた。カラオケかショッピングなんだよな。カラオケかショッピングだからバス停はない。ん？あれ？カラオケかショッピング。駅前広場だろ。うん、間違いない。これは間違いないはず。大丈夫。俺を信じろ。来い。よし、オッケー。はい。いつもやないかい。さあ、行くぞ。今日は。はい、ファンシーショップへ行きまーす。さっき、不幸からあなたを守る。あれ、これ聞いたことあるぞ。これだ。撮ったぞ、これは。撮ったぞ、これは、動画で。はい、さらにデート。これも、ショッピング街だから、ここだな。間違いなし。ここはカラオケか。危ねえ。ショッピング、さっき言ったじゃん。ラッキー！ラッキー！最近カラオケ行ってねえな。どんな歌歌うの？どんな歌歌う？やっぱり心が震える演歌だね。そうだね、アニメソングが一番かな。当然最新ヒット曲オンパレードだよ。あー、真ん中かな。いや、こいつはね、一番下かな。やっぱそうきましたか。うえ、完璧だな。まあこいつはね、歌番組好きって言ったからな。今日は本当に。うえ。意外とときめき度マックスになるの難しいな。はい、でさらにバス停。今回はどこだっけ、動物園だったかな。ごめん、くそ、変わんねえな。結構ときめきするの難しいな。うん、ナイス。うえ。じゃあ今日はどっからせん。うん、いいよ。やった、屋外だぜ。うん、子供の頃の遠足を思い出すからね。今ではそうでもないけど、たまにいいよね。実は苦手なんだけど、今日はたまたま。一番上。遠足か。あんまいい思い出。なったと。一番上だろ、今のは。くっそが。途中は。まだデートあるから。まだデートある。一旦間を置いて、さらにもう一回デート。次どこだっけ。やべ、忘れた。あー、ぶねー、バス停でよかった。ぶねーぶねー、何やったかな、全然覚えない。水族館やったかな。あー、ときめき全然上がらんな。やっぱなんかないんかな、なんかなんや。今日は絶好の遊園地。上、遊園地日和。ででさあ、ぜあー、メリーゴーランドしようかな今回は。こいつが終わったらさ、観覧車か。ぶっ壊れるんやない。どうしたの。さあ乗ろうよ。大丈夫、ぶっ壊れん。やっと降りられたって感じ。やっぱり退屈かな。あー、やっぱ嫌いだったんかな。珍しく何も起こらなかったしね。小吹さんと一緒だから楽しかったよ。観覧車のゴンドラって意外と揺れるよね。真ん中だな。おい、割といい印象。完璧。楽しかった。あー、途中まで。なぜだ、なぜなんだ。悪い、遅れたかな。いや、時間ぴったりだ。そうか、よかった。ところで、心の準備は大丈夫か。ちょっと、心臓が。いや、てか、なんでダブルデートでさ、コトブキちゃんいないんだよ。ふざけんな。もうこんなイベント飛ばすところだぞ。うん、そうだね。こんにちは。うん、きっとよくなるよ。じゃあ行こうか。さてと、まずはどれにしようかな。よし、どうでもいい。正直どうでもいい。あの二人も恥ずかしかったかな。失敗したかな。失敗じゃないと思うな。おお、なるほど。合流しよ。はい、さあ帰ろうぜ。もう帰ろうぜ。もう帰ろうぜ。コトブキちゃんと会いたいんだ。帰ろうぜ。
ジェットコースター。うん、賛成。頑張れ、ジュン。あー、気持ちよかった。まあ大丈夫だと思うよ。あっちはもうジュンに任せるしかないさ。そうだね、人の心配より。本当だよ。あ、なんでも自分の心配しとけ。まあお前は絶対狙わないけどな、今回は。残念だったな、光。今日は最高だったね。うん、うん、とても楽しい。じゃあ帰ろうぜ。この恩、おい、大げさなやつだな。きっかけはできたんだ、あとは自分で何とかしろ。ああ、頑張れ、ジュン。さて、どの競技に出ようかなということで、体育祭に来てます。なんだこれ、意味わからんぞ。人間三脚いくぞ。お前かよ、お前かよ。全然ときめきでマックスならんな。くっそが、こんなの取っても意味ねえよ。1位取っちゃった。どうでもいい時に1位取っちゃった。うんうんうん、来い、ことぶき。みゆき、お、来た。うえ、うん、きっとそうだよ。ことぶきさんものすごく喜んでるな。孤独さん、まだかな。さて、今回は神社に来てるぜ。でね、おそらくね、まあ、ときめきのマックスになってるはずなんですよね。待ったー。で、今回は、型抜きやっていこうかなと思っております。これクリアしないんだよな、一つも。簡単なやつクリアしようかな。簡単なやつな、いつも失敗するからさ。本当にへったくそだからさ。へったくそだなーっていうぐらいへったくそだからさ。やるんだった。いいえ、こいつ何が好きなんだろう。俺猫好きなんだけどな。実験済み。ペンギン好きそうだな。ペンギンしようか。ペンギンの足の部分すげえ難しそうだな。これは強く擦っても大丈夫。力が減りすぎてんじゃねえか。よし、おる。オッケー。で、これだよな。ここ多分強すぎるとダメだから、ジャック。ビビりすぎてるぜ。確かにな、ビビりすぎてるぜ。確かにな。ここら辺だな。あー、やばい、時間がない。おる、よし、来た。ここだな。あ、やばい、時間がない。うわー、時間ねえぞ。あー、無理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 。あ、おる。きれいじゃねえか。ダメなのは分かってるよな、兄ちゃん。くっそー、むずけー。難しすぎるよ、これ。また来てくれよ。くっそ、めっちゃ難しいわ。残念だったね。うわーはーはー、残念だった、学習。あ、最悪だ。あ、これ型抜き難しいくせにさ、好感度わかんねえからさ。どんだけあれ、あれだよ、金魚すくいが簡単かっていう話だよ。はい、とー、今日は遊園地に来てます。こんな天気だからやってないアトラクションもあるみたいだね。うん、でも結構楽しみ。うん、じゃあ行こうぜ。何があるんだろう、遊園地に。雨の時に遊園地行ったことないな。しかし主人公金持ってんな。メリーゴーランドになるんだろう。いいよ。雨の時のメリーゴーランドってどうなんだろう。メリーゴーランド、コドキさん、やっぱり嫌な思い出でもあるの。うん、あ、でも、じゃあ乗ろうぜ。今の楽しかった。うん、大好きなんだ、この雰囲気。ちょっと違うな。うん、ことぶきさんと一緒だったからね。うん、でもちょっと恥ずかしかったよな。うわ、どうしよっかな。うわー、上かな。そんなー、でも、おい、割といい印象。一番下と一番下で迷ったな。楽しかった。おい、これね、ときめきとね、実はね、匠に電話してね、見てるんですけど、マックスになってるんですよ、実は。
なんだ、あの表示上な、表示上マックスになってるんだけど全然なんだよ、なんでやねん。さあ、いよいよ合宿始まりだ。張り切って成果を上げるぞ。元気だね。うん、元気だよ。なんでテニス部入ったの。あー、聞いたわ。それもそうだね。去年と同じセリフは嫌だな、ちょっとな。お疲れっす。あ、ことぶきさんお疲れ様。今日の練習きつかったわ、マジで。うわ、うわぁ、蛇口を、何、蛇口がないだと。あー、びっくりした。でも、なんかどっち、うん、そうだね。蛇口といったらだな、鋼の錬金術師で、あの蛇口を、さあバケツ組もうかな、キュイッキュイッの人、シーンがね、いいよね。これね、わかる人わかるやろうな。いや、絶対わからんな。キュイッバーンみたいなね。俺じゃないよみたいな。なんとなく来てしまった。男のロマンなので覗く。左、誰かを知らんが、神様ありがとう。誰か分からんって言ったら別にいいわ。そういえば今日は花火大会だったな。てかディスク2って長いな、めっちゃ長いな。ディスク2今8月ぐらいなんだけど、まだディスク2なんだよな。1年経ってディスク2なんだよな。すげえ。じゃあ代々木公園の前で、イエーイ、やっほーい。うん、あ、てかあの名前変えたいな、そろそろ。やっほー。よっしゃ、来たぞ。そろそろね、勝てると思うんだよ。お、期待してるよって。絶対勝つぞ、もう絶対勝つぞ。もうね、めっちゃ部活してきたからね。もうね、同じデートばっかり行って、そして部活しまくって勝つ。勝て。おい、ふざけんなよ。おし、来たー。もう一回。はっ、来たー。勝ったんじゃないこれ。初勝ち、さすがだー。なんとか勝てたぞ。いいねー。これイベント起こるんじゃない。やっほー。あ、小峠さん勝ったよ。すげえ、わーいわーいっていう言い方かわいいけど、それ以外全部棒読み。棒読み。すげえ棒読み。お、来た、修学旅行来ました、皆さん。大ビッグ大イベント。北海道、これ北海道なんすよ。皆さん、北海道に行きましょう。てかこれ、あれだな、ほんと、調べながらじゃないと、ほんとになんかあれな、イベント全然見られんな。ここが小樽運河か。そうだよ、夜になったらガラス灯がついて、さらに雰囲気、いい雰囲気になりそうだ。うん、お前帰れよ。あれ、今日は一日疲れたよ。おい、やっほい。あ、琴吹さんどうしたの。ねえねえ、明日さ、お、もう一度 OK。あー、こいつはあれなんだね、多分ときめき度マックスになっても、顔の頬が赤くなるってことはないんかな、多分な。うん、どうしたの。いや、どうしたの、なるだろう。本当だよ、今から。え、待ってよ、ことぶきさん、マジっすか。主人とか見たことないわ。音怖いな。うわー、琴吹さん本当に大丈夫。大丈夫。そうだね。なんだこの BGM は。なんだこの BGM は。琴吹さんまだ来てないようだな。おはよう。遅れたかな、みゆき。いや、俺も今来たところだよ。何か
手間取ってたの？いや夜ね、寝ぼけた子が思いっきりみゆきの額に蹴り入れてさ、まだちょっと痛い。俺そんな経験ないな、そんな経験ない。大丈夫なの？大丈夫だよ。こんな元気だな。てかもう車に轢かれても死にそうじゃないけどな。まあ轢かれたか。ねえ、失言って底なし沼みたいなもの？失言って何なんだろう。うん、そういうこともあるかもしれないね、実際。あ、じゃあさ、やっぱ遊歩道行くのやめようかな。板一万。そうだね、このマウは先の杖っていうやつだね。そうそう。ねえ、ところでさ、サキさんって人の杖、どんな杖なの？絶対転ばない。どっこ持ってないな。お。と、巨大グマ？これどうしたらいいんだ。兄弟馬戦ったらいいんか。一緒に逃げる。いやー、みゆきと一緒に逃げて、逃げ通せたってことは。うえー、そうだね。ちょっといい？いいや。お、頬赤くなってるんじゃない？あのさ、この辺。そうなんだ。ねえねえ、一緒に行こう。返しがすごいな。あ、いいよ。そんなことないよ。ことぶきさんと一緒だとすごく楽しいし。本当だよ。だってそうじゃなきゃこの修学旅行もずっとことぶきさんと一緒にいるはずじゃないじゃないか。うん、ありがとう。みゆきも一緒に修学旅行できてよかった。ふう、久々に快適だな。久々の響きの詩だ。こうして修学旅行が終わったといってもデートだけどね。デートどこだっけ。あ、来た。好感度マックス。来た、好感度マックス。おい、ごめん、待たせちゃったかな。うん、うえー、完璧にマックスになったね。やったぜ。ラッキー。歌い倒すぜ。あれ、なんか、おいおい、またかよ。これないな。知ってるから代わりに歌うよ。まあ上だな。曲を間違って入れたんだね。そうか。どうじゃな、本当にもう。この野郎。今度はもっと盛り上がろう。何？いいよ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。